ouais. きたー、一人、あ、一番来たよちょっとこれ圧迫感があるな、これこうして、こうしてよし、12名来たぞ、12来たぞ、エコーがかかってるって聞いてるけど、どういうこと？大丈夫です。OK。DJ マシャワールド2時間スペシャル夏の祭典、平成28年7月22日の金曜日、こんばんは、 DJ マシャです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も DJ マシャワールド元気に始めていきたいと思います。今日はねあれ飛行機アイランドやってねえぞっていうね、リスナーさんにいるかもしれないんですけど、今日はですね、ちょっと特別に、拘束しないってことだったんで、じゃあせっかくなんで、僕の番組で、ちょっと使わせていただきの、後で、近藤さんをお呼びしてですね、満載の番組にしようという、僕の計らいです。はい。そんな感じでね、今日もお届けしていきたいと思います。早速なんですがね、追加するのもね、結構来てますね。うわぁ、ありがとうございますね。今日時間あるからね、たっぷりいけます。はい、追加数。はい、アップルポンさんね。はい、ありがとうございます。DJ マシャワールド2時間スペシャル。はい、ドミニクさん。フリームーンの骨折さん、ありがとうございます。白棒ニーヤンさん。はい、いつも、ありがとうございます。サファリスト J さん。はい、サカケンさん。はい、めぐみかんさん、ありがとうございます。あ、北海道のじゅんちゃん、はちみつ一家さん、まとめてありがとうございます。はい、それではですね、今日は2時間スペシャルってことでね、もう時間が思う存分あります。いやー、ワクワクしますね。なんていうんですかね、この運よく生まれた2時間スペシャルですね。効果的にね、こう皆さんに楽しんでいただけるように行きたらと思います。それではですね、まずメールの方なんですが、今日募集しているメールセンター行きます。では、ひろきさん、エコーお願いします。本日のテーマ、夏休みの思い出。はい、夏休みが昨日から始まりました。皆さん、どんな思い出がありますかね。僕は宿題にかなり苦しんだ思い出があります。なんか夏休み、なんかね、暑かったのと公園で遊んでたのと宿題っていうのがね、皆さんなんかいい思い出ありましたらね、まあ、苦労した思い出でもいいんですが聞かせてください。さあ、それでは続きまして、エコーお願いします。オーライモノマネ募集&セクシー川柳ということですね。はい、ありますね。まあ、いつもやってるコーナーなんで、何かこれモノマネしてほしいなとかね、セクシー川柳書いたんですけど、読んでくださいっていう人がいたら、どしどし送ってください。ね。今日はちょっと QC とか作れなくてね、そう感覚でやってます。そしてですね、今日はちょっと特別の、新キャラクターを持ってきました。発表します。オーライ!ディレクター、マシャ!初登場となります。ちょうどですね、ディレクターマシャではですね、何か悩みや質問などね、ありましたら、ディレクターマシャがですね、もうビシッとね、かっこよく決めて答えるっていうコーナーなんですけどね、何か相談悩みがありましたら、何か、ディレクターマシャって書いて送ってください。ディレクターコーナーでもいいしね、はい。それ書いてもらえればね、わかると思います。そう、続きまして、シニウッサウッサハッピーバースデー。はい、誕生日の方いたら、まあ、メールかね、何かで教えてください。はい、そして本日のゲスト、飛行機アイランドから、近藤さんですね。ドローンの話をね、今日はね、聞きたいと思うんですけど、まあ、僕ドローン全く初心者なんで、
その辺をね、ちょっと聞いていたいと思います。そして、続きまして、三振奏者のヨギ・ミキノさんが、今日は DJ マシャロドにね、来られるということで、初のね、ご来場になるんですが、今日はね、ヨギ・ミキノさんの、魅力をどんどん引き出していきたいと思いますので、皆様、温かく最後までよろしくお願いしたいと思います。じゃあ、それではですね、今週も、ツイキャスやメールで、ご参加の方、お待ちしております。じゃあ、それではですね、ここで一曲、お届けしようかなと思ってるんですけど、なんかね、ひろきさん、好きな曲流していいですよ。台湾の曲でもいいし、何か、ありますか？はい。ちょっと準備できたら、読んでね。今日、ひろきさんがね、みんなに聞いてほしい、なんか台湾の曲があれば、おすすめの、なんでもいいですよ。で、そのちょっとツイキャスいきますね。はい。どこまで行ったかな、だん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 。はい。あ、おじいさんですね。電車の中で見ていますと。はい。ありがとうございます。コーラゼロさん。オーライって来てますね。はい。金沢の旅人、どんちゃんさん。こんばんは。2時間も大丈夫ですかって来てますけどね。僕ね、通常放送でね、2時間半ぐらい喋ってるんで、今日おそらく3時間半ぐらい連続で喋らないといけないっていう、大丈夫かなっていう感じなんですけど、はい。今日いつものメンバーがね、まだ来てないですけど、通じてないのかな今日ほとんどない力じゃないですか、今日。見てる方は。実に素晴らしいですね。あ、ちょっとあれですかね、ネットの状況が悪いですかね。途切れ途切れっていうことでね。聞き取れないってことなんですけど、はい。じゃあそれでは曲の準備ができましたでしょうか。じゃあそれでは曲紹介の方、ひろきさんの方からお願いできますか。はい、どうぞ。ですね、台湾のシェイ・ジンエイさんっていう女性のアーティスト、はい、40歳ぐらいなんですけど、はい、その人のジエジエっていう曲をかけます、うん、はい、はい、みんなでジエジエ響くかな。オーライ、じゃあそれでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、サファリジュジェイさん来てますね。たまたま見てるって来てますね。お、曲もなかなかノリがいい曲ですね。あ、白ボニーヤンさん、ヒーフミさんいる。あ、ヒーフミーさんはですね、今練習してます。はい、そうなんです。今練習してね、向かってる途中だと思いますね。はい。あ、ケインさん、ありがとうございます。コインの方、ありがとうございます。今日大変だね。あ、ニコもありがとうございます。俺自分でもコイン入れようかな。今日コイン足りるかな。みんなの力で、どうにかお願いしたいと思います。あ、ひふみさん、お疲れ様です。はい。ひふみさんの演奏のコーナーもありますんでね。はい、楽しみにしております。なかなかノリのいい曲ですね。なんか、知らないだけでね、面白いことっていっぱいありますよね。なかなかね、はい。今日はね、メールいっぱい来てますね。さあさあさあ。今日メール、今日7月。4分フルで書きちゃっていいからね。これ3分20秒。あ、いいぐらいだね。よしよしよし。いつも CM 入れてるのはゲストが来る前だよね。そうです、はい。適当に俺が30分ぐらい出るよね。あ、そう、振っていただければね、うん、17分と大体30分後に切れてるのか。あ、この通りやろうかな。17分後に入れて、CM を2回入れるんだよね。そうです、そうです。いや、もう大体こんな感じでやろうかな、これに。うん、あ、 OK です、わかりました。で、ゲストを入れ替えるときもまた CM でちょっと切って入れていこうかな。ゲストさん何時に、はい、ゲストがよくわからんわけよ。だから Q シート作れなくて逆に良かったかもしれない。わかりました。じゃあもう流れで、そう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 、 CM タイミングとかもメールいっぱいあるから。
あ、営業で言いますか。あ、連絡する術が、あれしかないかな。そうなんですよ。今日2時間スペシャルで、あの、近藤さんはね、後から出てきます。僕の番組の時間に、ちょっと出てもらって、今日はドローンの話をね、聞こうということで。そうそう、曲終わります。やってもらいます。マイクあげます。いや、素晴らしい曲でした。ありがとうございます、ひろきさん。じゃあ、それではですね、なんかちょっとジャジーな音楽を聴いてもらって、夜の大人の雰囲気を出してもいただけますでしょうか。はい。じゃあ、それではですね、メールの方行きたいと思います。ね、今日はね、あの、初メールかなでいただいたんですけど、はちみつ一家さん、埼玉から、メールをいただきました。ありがとうございます。これちょ、先週のテーマーっていうことで来てたんだけど、今日、今週来てたんで、今日読みます。せっかく来てたんでね。はい。マシャさん、こんばんは。埼玉のはちみつ一家です。今回のテーマ、壊れたですね。まあ、先週なんですけどね。結婚の時、妻から送られたヒゲ剃り、ラムダッシュが、このほど、ついに壊れました。しかも通勤前、直前の最後の仕上げって時に壊れる時ってどうして大事なタイミングで壊れるのでしょうか。神様ママが見ているのでしょうか。天罰でしょうか。私には思い当たる節がありません。おそらく12年も使っていたのでお迎えが来たのでしょう。新しいの買うか。ではでは、とアンシェアということでね、はちみつ一家さん、ありがとうございます。ああ、まあ家電ですよね。ラムダッシュって、これすごいですね。12年使ってたっていうことですけど、これ充電式ですかね、おそらく。ラムダッシュ。はちみつ一家さん、どうですかね。あ、なんかツイキャスではすいませんって謝ったですね。全然大丈夫なんですね。はい。大丈夫ですよ。全然、許容範囲内なんでね、全然大丈夫なんですけど。ラムダッシュね、あの、ヒゲ剃り12年ってすごいですよね。ヒゲ剃りって壊れた時に電池を変えるとか、例えばその、替え刃を変えるとか、部品ものすごい高いですよね。本当に。僕ね、いろいろ使ってきて思ったことがあるんですけど、ここだけの話なんですけど、皆さん言わないでくださいね。僕が今まで使ってきて、一番良かったヒゲ剃りは、ボリューム落としていこう、お願いします。100均で買ったヒゲ剃り僕ね、いろんなヒゲ剃り使ったんですけど、一番良かったのが100円ショップで買ったヒゲ剃りが一番良かったんですこれ本当なんですよ。高いのも使ったり、電気ヒゲ剃り機も使ったんですけど、100円ショップで売ってるこのメーカーのこれっていうのがあって、必ずこれを買ってますね。そうそう、ツイキャス行きますけどね。あ、ツイキャスで、はちみつ一家さん来てますね。アフター部品で儲けてます。そうなんですよね。そうなんですよ。もう本当にね。いやいやいや、ありがとうございます。メールね。はい。またよろしくお願いしたいと思います。100円ショップのヒゲ剃りおすすめです。皆さんヒゲ剃り何使ってるのかな、興味ありますけどね。まあ、何かの機会で聞けたらと思いますね。ありがとうございます。じゃあ次行きます。はい。じゃあ今日のテーマ。夏休みの思い出できてますけど、マシャさん、ゲストさん、夜更かし中の皆さん、こんばんは。白棒ニーヤンです。テーマ、夏休みの思い出。高校3年の時、受験勉強もしないで土方のバイトしてました。あらら、あらららら。10時に休憩、12時に昼食、3時に休憩。この時、毎回コーラ飲んでた。その時、コーラゼロ、ゼロコーラ、書いてますけどね。なかったから、めっちゃカロリー高かったんで、10キロ増量。大学に入っても、そのバイトを続け、さらに終わってから、塾教師を、その後、家庭教師をやっていたので、夏休みだけで100万を稼いでたかな。内緒だよ。おお、すごいですね。でも、朝8時から仕事して終わりは23時だったから、めっちゃきつかったけどね、勉強もせずによく働いたーってことで来てますけど。え、マジっすか。え、頑張ったら100倍儲かるんだ。おお、すごい。わー、すごいですね。
すごいですね。ガッツ溢れますよね。シロボニーアンさんは体格があるって感じでもないんですけど、うわーすごいですね。土方して家庭教師やって塾教師で100万円すごいですね。うわーで結局これ勉強もせずによく働いたなったんですけど、その後大学の話聞きたいですけどね。またよくある話ですよね。結局大学行って勉強もせずに、なんかあんまり学力が伸びなかったっていうねって感じなんですけど、はい、ありがとうございます。うわーすごいね。今日なんかメールゆったり読めるな、いいな。今日メールゆったり読めるわ。はい、あ、はちみつ一家さんもう一回来てますね。でも特別に来ますよ今日はね。はちみつ一家さん、今回のテーマ夏の思い出、最近の思い出はやっぱり夏に行く年に1回の沖縄旅行です。7月に行ったり8月に行ったり9月に行ったり。思い出は毎回台風が発生してないかと、旅行の10日前あたりから一家総出で天気予報とにらめっこすることです。一家といっても3人しかいませんが、どうしても沖縄に行きたいので欠航にならないか気になって天気予報とにらめっこになります。台風で飛行機が欠航になりそうと、数日前に分かれば正規料金でもいいのでチケットを買って飛べるうちに沖縄入りする、気構えです。あ、すごいですね。で、1回だけ予定の朝1の飛行機が欠航になり、その後午後2時ぐらいの臨時便で沖縄行けたことがありました。10時間ぐらい羽田にいたな。あと思い出は2月11日7月にリューティーさんと出会ったこと。あれから5年が経ち、こうしてファミリーの方々と、知り合い、こうして投稿していることです。ではでは、とアンシェアーってことで来てますけどね。あ、すごいですね。筋金入りのリューティーファンですね。この頃はね、僕も結構リューティーと早い時に知り合ったんですけど、同じぐらいかな。ね、リューティーにはね、まつわる思い出いっぱいあるんですけど、うわー、そっかそっか、すごいですね。ありがとうございます。会員ナンバー何番かな。はい、ありがとうございます。またメールお願いしますね。はい、次行きます。ちょっと待ってくださいよ。ツイキャス行きますが、ツイキャス。北海道のじゅんちゃん。うちの夫はラムダッシュ。今、2代目って来てますね。コーラゼロさん、ヒゲソリ、私はブラウン。ああ、なるほどね。はいはいはい。なんか、じゅんちゃんがさっきね、マシャさん、今日はなぜかかっこいいって来てますね。そうですかね。今日、何ですかね。ボタン、もうちょっと開けようかな。違うか。はい。あ、コインもね、ありがとうございます。どんちゃんさん、はい。はい、はい、近藤さんね、今来てますね。はい。ありがとうございます。はい、アップルポンさんもね、ありがとうございます。はい。サファリストデジさん、勘違いと来ますね。いや、これ勘違い。たまには勘違いさせてくださいね。はい。じゃあ、またメール戻ります。マシャさん、リューティーファミリーの皆さん、お元気ですか？倉敷ののんぺです。今日のテーマ、夏休みの思い出。小中学校の頃は、長い夏休みは、実の父母のところによく行ってました。うん。実祖母かな。私の倉敷から香川県の、坂出市まで行ってました。読み方当たってますかね。香川県の習慣や風習に馴染みました。一つは、正月休みの雑煮。岡山県は醤油ベース。香川県は白味噌ベースです。あ、そうなんだ。私はどちらも違和感なく食べれますが、そこにずっと住んでると偏った味になるのかな。この味じゃないと雑煮じゃないみたいな。あー、なるほどね。今日は出張先の名古屋からメールを送ってます。もしも読まれる頃は新幹線の中かもしれません。長い時間、マシャさん、ひふみさん、頑張ってくださいね。熱中症に注意して頑張ってくださいね。またメールします。バイミーとね、来ておりますが、ありがとうございます。四国とこの岡山ですよね。やっぱこう島でこのやっぱ離れてると文化って変わってきますよね。あ、ちょっと言葉の違いとかね。やっぱ食べ物なんかに多く出てくるのかなーっていうのありますけど、やっぱりね、なんていうんですかね、文化って結構根強くて、この文化をここで流行らせようと思ってもなかなかね広まらないじゃないですか。例えばコーラってありますよね。
北海道の方コーラって言ったらどうです？あのガラムでした？北海道の方聞いてますかね。ガラム、ガラナか、ガラナだよ。ガラナって思いません？だからもうガラナが先に広まっちゃうんで、もうコーラがなかなかっていう感じなんですけどね。たまにガラナが飲みたくなるんですよね。はい、どうですかね。なかなかね、文化って難しいですよね。はい、なんかツイキャスで僕が動いてないっていうコメントがあるんですけどね。僕動いてないんですね、だいぶ。ちょっと動きながら、こんな感じで放送しましょうか。いやいやいや。後からね、思いっきり動くんで、楽しみにしててください。今日メール来てるかな？もう新しいキャラクター出すんですけどね。手振っててきてますけどね、ツイキャス。どうですか？ツイキャスの方ね。はい。じゃあ次行きますね。はい、ありがとうございます、のんぺさん。今日は、あ、これでいこうか。はい、ラジオネーム、レイレイさん来てますね。今日はお仕事で参加できませんが、もしかしたら見れるかも。帰ってきてから楽しみにしています、ぽよよん、みたいな感じですかね。で、夏休みの思い出、中学3年の時に江ノ島に遊びに行ったんです。そこで30くらいのおじさんにナンパされました。え、中学生どう見たって30くらいだろうって言われました。え、はい、確かにおばさんパーマかけてました。悲しい思い出ですと来てますね。そうですか。パーマ大丈夫なんですかね。パーマが大丈夫だったんですかね。あの夏休みだけパーマかけて、また学校が始まったらパーマ落とすっていう感じですかね。ちょっと突っ張ってる感じだったんかな、レイレイさんは。どうですかね。はい。体つきがちょっとこう大人な体つきだったのかね。すごい胸がでかかったとか、何か、こう。胸がでかくて、おばさんパーマだったら大人にしか見えない。ああ、そっかそっか。で、友達はどうだったんですかね。後でね、聞けたらいいかなと思うんですけど。はい。メールありがとうございます。あ、来た。これ、今読んでいいのかな？本人いないんだけど。大丈夫かな？後で読もうかな。後で読もうかな。これどうしよう。今日メールめっちゃゆっくり読めるから、今日いいな。いやで、これ読もうか。もうメールさ、もうメール全然読めるだけよ。時間めっちゃいっぱいあるから。はい。いやー、そうなんですけどね。あ、ちょっと追加していきますね。あ、シグナさんありがとうございます。マシャさんこんばんは。今日はスペシャルなんですかってことね。無理やりスペシャルにしました。スペシャル。スペシャルね。はいはいはい。そうなんですよ。シグナさんありがとうございます。ね、今日は飛行機入らぬの時間をお借りしております。あとでちょっと返さないといけないんですね。借りたら返すみたいなね。はい、そんな感じです。はちみつ一家さん。ガラムっていうタバコあったな、煙やバナナの匂いだったなってきてますね。あ、そうなんですか。ははは。のりのりさん、マシャさん、体力温存中なのねってきてますね。はい。はい、北海道のじゅんちゃん、コーラはコーラ、ガラナはガラナときてますけどね。どうなんですかね。コーラみたいなの飲もうと思ったらガラナ飲むんですかね。どうなんですかね。やっぱ人気度ってどっちが高いんですかね。それすごい気になりますね。はい。ガラナがすごい飲みたいんですよね。じゃあもう彼ちょっと今日ツイキャスにいないんだけど、このメールいきたいと思います。ヘイオーライ、今日もマシャワールドに引き込まれてラジオに参加、ポジティブなポジチャリーなヤンバルのキッシーだよ。キッシシシシ、マシャさん夏バテしてない？うふふ。今日のテーマ、夏休みの思い出。今でも仲のいい友達と高校時代に親友の実家でバイトやってたことだぬん。親友は夏休み中、実家の手伝いやらないといけなかったから帰ることになってて、会えないの分かってたから、オイルは親友に会いたかったために、何気なく忙しいなら俺もバイトやろうか、と言ったら親友が実家に相談してくれて OK が。そんな夏休みは、働く者食うべからずの家訓に従って、朝から夕方まで親友と一緒にめちゃくちゃ働いた後、
誰もいない花火に行って親友と過ごした時間が楽しかったな。流星見たり、あんなことやこんなこと話した夏の浜辺は毎年夏が来ると思い出します。あー注意したい。じゃあ今日も最後までじわりよーって来てますよね。めっちゃツバ飛ばしながら喋ってみたんですけど、はい、キッシーさんありがとうございます。ね、キッシーさん、これ女性じゃないよね男性だよね。そっかそっか、なんかいいよね、一緒にね、なんかこうなんかやった友達ってね、僕もいるんですけど、あいつ何やってんのかなと思って、なんか一緒バイトしてたんだけど、なんかテレパシーみたいにこれをやってくれと思ったらもう勝手にやってくれてね、B 型の彼だったんだけど、いや彼と付き合ってないんですよ付き合ってないですよB 型のね、そう男の友達だったんだけど、なかなかね、やっぱこうなんていうのかな、こう一緒にこうなんかやってくるとなんかだんだん分かってくるみたいなね、そう呼吸が分かってくるみたいなね、そういうのなんか楽しいですよね。はい、ありがとうございます。キッシーは、ツイキャスによるとスースーの舞台見に行ってる。あ、今日か。はい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 、今日ですか。なるほどね。そっかそっか。あのモコちゃんも踊るってですよね。見たかったな。はい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 、そうですか。そうか、先ほどのね、またちょっと純ちゃん来てますけどね、コーラとガラナ別物ですって来てますね。暇だから今から運転代行を呼んで向かいますって来てますけどね。サワリンズ寺さん見に来るんですか本当に嬉しいけど大丈夫かな。シグナスさんは今から見に来ますってことでね、はい、ありがとうございます。はい、チャラい AKB ファンさんもいつもありがとうございます。はい、今日はね、ミキノさんね、通称ミキティって言ってるんで、あとでみんなで盛り上げてくださいね。はい、じゃあどうしようかな、ちょっと一旦 CM 行こうかね。これぐらいが調子いいぐらいかな。じゃあそれでは CM。 これ行こうか。あと20秒。もらい物マネー。よいしょ。よいしょ。DJ マシャワールド FM ギノワンよりお届けしております。さて、じゃあ、次はですね、いやーなんかあれですね、今日は時間がゆったりしてますね。いやーいつもね、慌てふためきながらやってるんですけどね、今日 Q シートもないんでね、自由にやってます。さあ、今日は、じゃあ、あのコーナー行きたいと思いますけど、じゃあ、エコーお願いします。オーライモノマネ募集っていう感じでね、モノマネ募集のコーナーを行きたいと思います。じゃあ、モノマネ募集のコーナーテーマ何がいいかな。チャーチャ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 ララララチャーチャ、あ、何でもいいよさあ、今日はですね、モノマネ募集のコーナーをねゆったりといきたいと思います。さあ、今日は誰から来てるかな。はい、モノマネ募集のコーナーってテーマが流れてきました。さあ、今日はね、モノマネ募集、はい、今日はコーラゼロさんのモノマネ募集5つ、あるんですけど、これなんかね、モノマネ来てるんだけどいつも何を喋ろうかなと思ってますけど、まあもうちょっと直感でいきます。はい、
まず1番、ユイレールの自動放送、駅はどこでも。あ、これはね、データがないです、僕の頭に。どうしようかな。ユイレールの自動放送。なんだろう、これ。どんな感じですか、ユイレールの自動放送って。あ、なるほどね。そんな感じね。はい、はい。で、いきます。ユイレールの自動放送。どうしよう。これ、どうしよう。わかんないよ、これ。これ、やばいな。みそにこみすきさん、緊急業務命令ですね。オーライモノマネ募集に送ってください。大丈夫かな。みそにこみすきさんもお願いしますね。オーライモニョマネ募集になってね。はい。じゃあ、URL の自動放送ね。これどうしようかな。これわからないんで、ちょっと却下で、これ珍しく却下します。できません。どうしようかな。ちょっとセリフがあればでよかったですけどね。ちょっと貸してこれ。ボードが来ましたんで、これでちょっと読みながらやっていきます。ちょっとエコーじゃお願いした方がいいかな。ちょっと次のトン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 トダメだダメだ違うなんか違うなんで岐阜なんよってセリフあった方がいいね。今度がオロマイモノマネ募集セリフを。はい、次言いますね。ファミマに入ると鳴るチャイム。わからんよ、これ。どうすんの、これ。ファミマに入ると鳴るチャイムね。やってみます。ピポンピポンピポン。ピポンピポンピポン。あ、これ違うな。これ、焦点だね。焦点のチャイムだよね。わかりません。飛行機の、機長のアナウンス。いきます。あ、飛行機アイランドだからね、いきたいと思いますね。今日は1258便 DJ マシャワールド航空に、お乗り下りありがとうございます。高度は 39,890 ヤード。違うな、時速 12,000 キロで飛んでおります。縦地で気絶していない人がいるか、ちょっと心配ですが、そのままぶっ飛ばしていきたいと思います。もうダメだ。ごめんね。ちゃんと数値がよくわからんけどね。はい。コンビニの ATM。わからん。次。加藤なんとか先生のダメ出し加藤先生加藤先生かな。加藤先生のダメ出しね。ダメだ。コーラゼロさんも無理です。ダメだ。わからん。ちょっとじゃあ次行きたいと思いますね。モノマネでか来てるかな。モノマネ募集。はい。スイカ撲滅推進係宛てっていう感じでね。LINE フレンドのユアラさんから来てます。これ行きますね。モノマネ募集。全力でドラゴンボールの孫悟空、オッスオラ悟空をお願いします。じゃあ、まず行きますね。うわーん、オラ、あ、間違えた。オス、オラ、悟空な、こんな感じでいいですかね。ちょっと似てたよね。似てるね。うん。全力でサザエさんの昔のエンディング、んあくく、餅を詰まらせる声をお願いします。あ、これできそうだね。チーチーリッチッチッチチール、来週のサザエさんは、DJ マシャワールド、ナイツで放送する、AD ヒロキ、バナナで滑って転んだ、リワラ投稿が受けないの3点でお送りします。こんな感じですかね。違うな。こんな感じですかね。はい。わかんない。さあ、いきますよ。モノマネ募集。みそにこみすきさんから来ました。本日も大好きなこのコーナー、マシャさん渾身のモノマネお願いします。アンパンマンアイス、日陰で休憩するハブ。あ、アンパンマンアイス。何やこれ。どうすればいいのこれ。本当に今この音楽だ。どうしたらいいのかな。どうするかなこれ。アンパンマンアイス。行くぞ、アンパンマンアイス。アンパンマンアイス。
ダメ。これ放送事故だよね。これ今こう、FM ギノワンにこう、電波が届いてるんですよね。これやばい、これはダメだ。次、日陰で休憩するハブ。違うだろ、これ。次、ラジオでプレゼントに当たり、嬉しい気分のキッシーさん。はい、いいですね。いくよ、いくよ。うわぁ、ベアラン事件が当たった。あのこと言って、海辺に誘って、チューしたい。こんな感じかな。次いくぞ。エンジンがよく回るフェアレディ Z。あ、これできそうだな。じゃあいきます。なんか違う。あ、着物が熱すぎて、マイル・タケミさん。これ今日の遅やろ。いきます。あのさ、聞いて、もうさ、着物ってさ、涼しいと思ってたわけ。なんでかな？こんな感じですかね。なんかね、そう、今日武文さんのお話を聞いて、やっぱこう、女の人って着物って、もうパッて見たら涼しそうに見えるんですけど、中ものすごい暑いっていうことがね、わかりました。うん。はい。じゃあもうこんな感じですかね。もうそれじゃあ、もうあかん。この僕はもうやめようかな、この場所。本当に人気なんですか、これ。いやー、もう人気よくわからないんで。じゃあ、次のコーナーいきます。エコーお願いします。オーライセクシー川柳。風流な音楽、ありそうです。なんか、風流な。ティントゥ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 ン、ティントゥ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 ン、みたいな。あ、なんか坂本龍一的な。なんか、そんな感じで。はい。じゃあ、セクシー川柳いきます。なんか、休止とかないと閉まらないね。閉まりがないね。時間無駄遣いみたいなね。そんな感じになって。近藤さん、ごめんなさいみたいな。大丈夫ですよ。ちゃんとやってます。はい。じゃあ、セクシー川柳いきたいと思います。マシャさん、おつ、ラジオネーム、名古屋の、アマトーハ、ダンサーズです。セクシー川柳です。いきます。じゃあ、エコーお願いします。汗ばむ日、行水見る、滑る人。夏の暑い日の庭で綺麗な女性が行水をしているところを見て興奮する某 DJ M さんの様子です。郵便番号45 嘘ですよ。そうですかね。こう、僕が綺麗な行水を見て興奮するっていうね。そ、行水ってどこでやってるんですかね。行水ってすっぱだかでするんですか。行水、ちょっと YouTube で行水って探してます。ありがとうございます。名古屋のダンサーさん。行水っていいですよね。いやいや、ありがとうございます。それでは続いていきます。こんばんは、吉影の息子です。ありがとうございます。セクシー川柳、いきます。浴衣姿、うなじがちょっとセクシーね。ありがとうございます。正統派が来ましたね。これでいいんです。浴衣姿、6文字ですね。ちょっと、はい、ありがとうございます。正統派ですね。はい。爽やかです。僕のイメージにぴったりですね。ありがとうございます。さあ、続きまして、セクシー川柳来てますかね。スイカ撲滅、推進係宛てのね、また LINE フレンドのリュアラさん来てますね。はい。セクシー川柳、パス。来てます。はい、ありがとうございます。もうないか、セクシー川柳は。はい。これちょっと怖いな。これいけるか、これ放送できるかな、これ。これどうしようかな。これいこうか、とりあえずいこうか。はい。セクシー川柳宛てね。これ、ラジオネーム読んでいいかな？EU サバチャーさん来てますね。はい、ありがとうございます。は、
三振がものすごいうまいユーサバチャーズ、いつかゲストで呼ぼうかな、ね、うん、オーライマシャさん、なんだかな、これスタジオに生マシャさん、生ミキティさん見に行く予定だったのに、読めない、行けなかった、仕事が入っちゃったりなんかしてくぶりなとんいびーんということで、ちょっと方言が苦手な DJ マシャですね。はい、メールだけで、メールだけでムタマ参加させてください。これ当たってるのこれ。川柳は苦手ですか、よかったら採用してねってことで来てますね。いきます。エコお願いします。我が息子、法見がいは、いやらしい。法見がい、泡餅という貝の種類。アンシェまたライス野菜と来てますね。だいたいこうメールの作り方で雰囲気が分かってきますね。なるほど。いや、これはエロとセクシーの境目っていうとダジャレが入ってるっていう感じですね。まあある意味うまかった感じがします。はい、いやらしい感じもしますけど、いやらしくないっていうね。日産の車で、もういいか。ちょっとね、これ乗ってるとね、子供がいじめられるっていうね、お父さんがこの車乗ってるってね、もう沖縄でこれ販売できないっていう、うん、もうその車の名前はもう聞くこともなかったんですけどね、中古車でも絶対仕入れたくなかった車ですね。はい。さあ、そんな感じで。じゃあね、まあ、これぐらいでいいかな。今日ちょっとね、新コーナーちょっと行きたいと思うんですけど、その前にちょっとツイキャス行きましょうね。だいぶツイキャスほったらかし事件になってたんで、ツイキャスね、北海道のじゅんちゃん、声だけは最高と夫が申してます。通訳担当じゅんちゃんですと。これじゅんちゃん、通訳が担当ってことは何か方言で喋って分かりにくいってことですけど、どういうことですかね。通訳というか。はい。急行、島郷さん。はい。飛行機ならば、リューティーのスーパーライブのアナウンスでってことで来てますね。はい。一発ゆみさん、オーライ、マシャ航空、乗り遅れですと来てます。はい。味噌煮込みすきさん。はい。モノマネ再送しましたことね。あ、頼りにしてます。はい。名古屋のダンサーズさん、シャープ。マシャさん、ダダ滑り。はい、これ、ツイッターに流さないようにしてくださいね。はい。ミコリスクリスが。シャープ、マシャさん、滑ってますよね。はい、これもツイキャスで、つぶやかないようにしてくださいね。はい。ダメですよ、これ、ツイキャスでね。いらんことしたらあかんですよ、本当に。僕、滑るキャラっていう有名なちゃんでね。僕、お笑いじゃないですからね。はい。まあ、これがいいか、とりあえず。はい。さあ、ブルガリさん、こんばんは、来たぜーってことでね。はい、ブルガリさんもありがとうございます。さて、じゃあ、それではですね、今日、新キャラに行く前に、ちょっとあれ行こうかな。あれ行こうか。CM 行こうか。ちょうどね、いいタイミングです。じゃあ、それでは、CM お願いします。DJ マシャワールドをお届けしております。いやー、
今日ちょっと新コーナーということで新キャラを持ってきました。曲なんかありそうですかね。曲はねちょっと一旦なしで、やろうと思ってるんですけど、まずじゃあちょっとあれいきましょうかね。タイトルコールいきましょうね。ちょっとまず曲なしでいきたいと思います。タイトルコールいきます。じゃあそれではエコーお願いします。これ何だったかな、タイトルタイトル何だったかな、はい、じゃあいきます。タイトルコールお願いします。オーライ、ディレクターマシャ。タッタンタンツッタタンタタンタタン、なんか曲がないと寂しいですね。お願いします。もう適当に、ちょっともうね無茶ぶりばっかりなんですけど、じゃ あ、 いいですねじゃあ今日はなんか倒れました倒れましたなんかズームの機械が倒れました。はい、みんな元気かな。今日は新キャラクターですね。ちょっとキャラクターの設定をちょっと忘れたんですけど、そうなんですよ、コーラゼロさん、グラサンしてるとね原稿の字が読みにくいですけどね。はい、じゃあ今日はですね、ディレクターマシャとなってね、ディレクター目線から見たみんなをねこうビシバシ、こう相談をねこう変えて答えていくっていうコーナーなんでね、よろしくお願いします。はい、マシャ D です。じゃあ今日ね記念のね一発目、誰がメール来てるのかな。ボワワワワワワワ、味噌煮込みスキーさん、ありがとうございます。オーライ、ディレクターマシャ聞いて、ちょっと読みたいと思います。悩みはやっぱり年齢とともに女子力が減っていることかしら。ディレクターマシャさん的にはどんな感じの人が女子力高いと思いますか。また女子力高めるディレクターのマシャ流の方法があったら教えてください。ませませと来ております。ミソニコミスキーさん、いつもありがとうございます。ねもうズバリ言わせてもらいたいんですけど、ミソニコミスキー、そうね、これね、ちょっと今一生懸命考えてますさ、やっぱ味噌煮込みスキーさんさ、やっぱどうなんですかね、女子力、あ、高いね。僕ね、女子力っつうのはやっぱ内面からだと思うんですよ。でこう内面からをこうバッバッバッと出ていくと、なんかその外見的にもブワッと溢れるものがあると思うんですね。で味噌煮込みスキーさんどうなんですかね、今までさ、ちょっと行ったことのない、ちょっと男性がいっぱいいるところに、ちょっとおしゃれしてさ、で、ちょっと化粧してみるとか、ちょっと今までちょっと違うことやってみたらどうですかね。旦那さんがやきもち焼くぐらい、ガチャみたいなね。はい。ありがとうございます。全然解決になってないかもしれないですけどね。まあ、脳科学的に、めっちゃ化粧しておしゃれして、まあ、男がいっぱいいるところに行ったら、ちょっとどうかなってね。ちょっと旦那さんにやきもち焼かれてみなさいよって感じです。じゃあ次のメール行きたいと思います。メール来てるかな？まあ、あと一個ぐらいしか行けんかもしれんけどね。これ誰か来てる今日。これ新コーナーなんでね、もう全然板についてないんで。ああ、いた、来た来た。はい。またね、スイカ撲滅促進係やってるのね、LINE フレンドのリュワラさん来てます。さあ、読んでみましょう。新キャラクターの往来、ディレクターマシャは、悩み相談室みたいなとこかな？ありがとう。早速ですが、次男、過去5歳が、いつも、チンチンかゆいって、かきむしって、いつもヒリヒリして痛そうなんですが、薬も嫌がり、塗らせてくれません。どうしたら薬を塗れますか。わかりました。なんだか悲しい曲になってんな。そうだね。やっぱチンチンが痒いか。これさ、まずなんでチンチンが痒いかっていうことがさ、すごい大事だと思うんだよ。まあ、僕はね、やっぱチンチンが痒いっていうのは、やっぱこれ原因があるんだよね。なんかそう菌が繁殖してるんじゃないかなと思ってて、それどうなんだよ。まず、うちをフルチンで歩いてみるとかさ、ちょっといいアイデアだと思っちゃうんだけど、どうだい？ちょっとこう、空気をね、通るようにしてさ。
うん、どうなの薬。薬塗らないようにするためにはどうかって話、ちょっと根っこ的な話をしちゃったんだけどさ、ちょっと迷惑な話かな。ごめん、今日も解決になってないようだけど、じゃあ、この意味のわからないコーナーもね、そろそろ終わりたいと思うぜ。まあ、もう来てねえからメール、誰がよ。うん。なんか、なんかね、じゃこんな感じでさ、ちょっとよくわかんねえコーナーなんだけど、まあ、まあ、半分真面目に答えて、半分、まあ、真面目答えてないんだけど、まあ、僕なりの一生懸命だからさ、それを分かってもらえれば、愛のある皆さんお願いしたいと思います。じゃあ、どうだい?このコーナー。もうね、時間の使い方がね、よく分かってなくて、慌てふためいてるんだよね。どこが D なんだよって感じなんだけど。じゃあさ、なんか、恋の悩みとかでも何でもいいからさ、誰か送ってちょうだいよ。かっちゃ。じゃあじゃあ、そんな感じでね、まあ、今日はいいかな。メガネを脱ぎ去ります。じゃあ、元に戻ります。うわ、熱いんだこれ、本当によ。本当に熱いんだこのキャラクター。はい、じゃあいつも通り元に戻りました。はいはい。で、どっちがいいかな。はい。じゃあ、あと何分あんの ?5 分?やべえ、時間めっちゃ余っちゃったよ。じゃあメール行くぜ。あぶねえ、あぶねえ。時間が余っちゃったよ。さあ、どうですかさっき皆さんあのコーナー。やばいよね。メールがね、めっちゃ来てますね。どこまで行ったこれ。メール。メールどこまで行った?いやー、メール。ちょっと、メール漏れてたらごめんね。これは後で読んでと、こっち行くか。はい。ディスカスさん、ありがとうございます。オーライマシャー、ラジオネームディスカスだよ。夏、テーマ夏の思い出。あまり知られてないことだけど、基地の中にアメリカンスクールの子供のための、公式野球のリトルリーグがあり、当時、近所がハーフの子ばかりで、自分も、ファミリー ID 持ってたので、そのリーグに入ってたよ。中学までやって、当時はポニーリーグ、ずっとピッチャーか外野だったな、ローテーションがきつかったということでね。え?これは?子供?何年生?これ子供って公式できるんですかね?これ日本は公式ないですよね。危険だからかな?あ、でもポニーリーグが。ポニーは、あれなの?公式使うの?公式ってあそこに当たったらものすごい痛いボールですよね。そうね。ちょっと野球のことよくわかんないんだけど、ポニーって何なんですかね?こう。あれなのかね?公式ある。ポニーって何ですか?聞いたことがあるんですけどね。ポニーは何ですかね?リトルリーグは公式。ああ。ポニーリーグ公式。ああ。硬いボール使うね。ああ、なるほど。世界の子供たちと試合するためのそういう企画なんですね。それも日本に取り込んで。はい、じゃあ、多分、ボールが小さいんですかね。もしかしたら、大人が持つボールとは違うのかな。ああ、ね、すみませんね。全然違う話になって僕が質問してしまうという感じなんですけど。はい。そっかそっか。へえ、勉強になりますね。なるほど。次いきますね。はい。こんばんは、マシャさん、ひふみさん、スタッフの皆さん、ラジオネーム銀のトロンボーンです。ありがとうございます。こんばんは、マシャさん、ひふみさん、先週のオフ会スペシャルお疲れ様でした。楽しい夜をありがとうございました。DJ マシャ、最高にかっこよかった。でも、なぜか笑えた。なぜだろう。ありがとうございます。あと、死にうっさうさバースで来てますんで、これちょっと後でやりましょうね。お、すごいですね。すごい、すごい方が死にうっさうさバースで来てますね。そうなんですよね。オフ会スペシャルをやったんですけどね、第1回ってことで、すごく盛り上がって、余興のなんかこの、結局大会みたいになって、で、投票して、なぜか僕が1位になって優勝してしまうんね。いや、僕ね、お笑いとかじゃないんで、真面目にやったんですけど、みんなめっちゃ笑ってて、なんでみんな笑ってるのかよくわからなかったんですけど、まあでも、とりあえずみんな、喜んでくれたんで、まあよかったかなって感じです。はい。ね、銀のトロンボーンさん、泣き人からかな?ね、すごい遠いですけどね、来てもらって嬉しかったです。ありがとうございます。はい。ちょっと次いけるかな?これ長いけど読めるかな?あと2分?
ちょっとじゃあ一旦一部はメールね、聞きまして、あとでちょっとまた半分にメールのコーナー差し込みたいと思うんですが、はい、アルファウィングケインさんから来てますね。お笑いマシャさん、ひーふみさん、スタッフの皆さん、はいさーい、明日から一泊二日間好きなアーティストのライブ見たいがために大阪へ行くアルファウィングケインです、かっこテレ。後ほどその直前告知も簡単に紹介しますね。さて今日のテーマ、夏休みの思い出といえばビーチパーティーバーベキューや、ビーチバレーなどマリンスポーツで楽しむベストなシーズンですね。20代の頃はミクシーのオフ会や他局リスナー交流イベントなどでほとんど盛り上げ役として楽しんでました。あら、そうなんですか。なるほど。アラサーになってからは誰からも全く招待されなくなり、自分から企画持ち込んでも集まれなかったり、ドタキャンされるパターンあったりして、あまりいい思い出が浮かばないですね。過去なき、むしろマシャさんやひーふみーさんたちの海での思い出話が気になります。あ、お時間的に大丈夫そうであれば曲のリクエストもお願いします、ってことでね、千葉リオって来てますけど、グリーンノートコースターさんのリクエスト来てますけど、あります？グリーンノートコースターさんのブルーバードっていう曲がありますけど、ありますかね。なければ、あります？グリーンノートコースター、ブルーバードってあります？ライブラリーになければ、島みずきさんの果てなき夢をこの海に、果てなき、じゃあこれをじゃあちょっと後で入れましょうかね。じゃあ番組一部は16秒で終了と。はい。あ、じゃあね、ケインさん、またちょっとね、その辺の話、個人的に聞かせてもらいたいと思います。それでは、DJ マシュワルド、第2部へ続きたいと思います。セットだけ。わお。ツイキャス大丈夫？ツイキャス、コイン、コイン。皆さん、コインが。すげえ、今日超楽しみだぜ。うわ。まさか。この前のあの勢いだと絶対室内で無理ですよ。無理です。これは死人が出る。え？俺が掴んで飛ばそうよ。あ、やります。それ。おお、飛ぶみたいな。あ、なんかね、モニターのスピーカー出せるって言ってたよ、フォンから。この、で、あっちから音出そう。つないでから、フォンで。近いか。どれはにします。え、なんかどれか、いや、マイクですよ。
マイク、ヘッドホンから出すって言ってよ、このヘッドホンから。ヘッドホン抜いてやるって言ったけど、ホームケーブルこっちに入れないってことですか。まあ要はモニターを外に出したいわけよ、ギャラリーに来るより。でも時間ないからもういいかも。これはこっちで速攻早っ。ほんで、あっちにあるスピーカーに繋げてですよ。あっち、あ、やっとくよ、やっとくよ、大丈夫。あ、これ始まるよ。スピーカー持ってきてるんですか。スピーカー FM 電話のカラオケ、よしよし。一応スピーカーあるんですけど、あっちあれ押すタイプのミスっていうか、スピーって大丈夫、できないじゃん。これだってできないんですよ。あ、逆だったら大丈夫できる。そうです、そうです。じゃあ今日はまあいいとして、練習してみた。始まる。もうとりあえずラジオ始めよう。あ、10秒はい、できてる。7、6、5秒前、DJ マシャワールド第2部。さあ、続きまして DJ マシャワールド第2部お送りしたいと思います。さて、この時間はですね、ゲストのコーナーなんですけど、ツイキャスが歪んでますかね。ちょっと待ってください。ごめんね、俺が歪ましたから。曲げすぎた。さあさあさあ、第2部行きたいと思うんですけど、第2部はですね、まあ、ちょっとゲストさんを重点的にということで、ね、行きたいと思うんですが、先ほどの冒頭でお知らせしました、飛行機アイランドの、近藤さんがね、今日は DJ マシャワールドのゲストに来られてるっていうことなんですけど、今日はですね、ドローンについて深く聞いてみたいと思うんですよ。まあ大変興味のあるところで、で、僕もいつか飛ばしたいなーなんてね、思ってますので、なんかこう、皆さんもこうね、ドローンについて知りたいっていう方いましたら、まあ、ドローンちょっと講座みたいな、ちょっと今日は感じになると思うんですけど、皆さんにも知っていただけたらということで、今日は、行きたいと思うんですが、じゃあどうしましょうかね。じゃあ、今日はですね、ひろきさん、飛行機アイランドのテーマ流せます？いや、ないんですよ。ないの？いつも携帯から流して。マジで？どういう仕掛けになってるの？僕iPad のサンプラー使って。マジで？はい。すごいね。そこから全部ポッポッポって音を切り替えて。もうできない、こっち今日。あ、もう今ここにありますね。マジで？はい。あ、本当ですか。ちょっとね、今日ツイキャスの方ちょっといきますね。ドローン検定料金っていくらとか来てますね。ツイキャスからも今日コメント待ってますので、何か質問があれば、直接、まあ、プロの近藤さんにね、聞いてやりたいと思うんですけど、コーラゼロさん、ドローンで覗きやるんでしょうって、犯罪ですね。はい。さあ、じゃあ、曲いけそうですか？すぐ直せます？はい。じゃあ、うちの、ちょっとフェードアウトしてもらって。さあ、テーマいきます。さあ、テーマいきますよ。来た。タイトルコールお願いします。自分でいつも番組やってるような感じで、なんかどんな感じで。はい。なるほど。飛行機アイランド。さあ、今日のゲスト近藤さんです。さあどうぞお声の方。はいはい。どっち行く？俺の近くで見よう。はい。さあ、今日は飛行機アイランドから近藤さんを見えました。ようこそ DJ マシャワールドへ。はい、ありがとうございます。
始めましたね。11月で出ましたもんね、はい、12月の最後のゲストだったかな。そうですね、確かね、お久しぶりなんですけど、はい、まあ、あの時全然飛行機と関係ない話でね、好きな女のタイプは何やとかね、そんな感じになってたんですけど、今日はね、今日がっつりドローンについて、お話の方聞かせていただきたいと思うんですが、ドローンね、まあ、ものすごい興味があって、で、まあ、値段も高いじゃないですか。で、わーとか持ってる間に、法律がどんどんできちゃって、これ買ったら飛ばさられへんやんけみたいな感じになってきたわけですよ。そうですね、まあ結論から言ったら、うん、結構飛ばせないところが、例えば、うん、今この FM 機能案がある場所とかは飛ばせない、許可がない、感じなんですね。でもね、これがね、発売された時あるじゃないですか。僕はファントムっていう機械知ってるんですけど、機種ね、はい、アメリカかな、はい、うん、中国、中国、うん、ファントムで、これ結構みんな最初にバンバンバンって飛ばしてて、はい、あの時誰でも飛ばせたんですけどね。ここでもこれ許可ができたっていうのはいつなんですか。ね、アメリカですね、去年の法律ができて、法律ができて、12月から施行みたいな、うん、あら、まあそうですか。じゃあそれまでは、はい、自由にこの官邸のところを飛ばせる。まあ、その辺はダメですよね。航空法に関係のないところで、まあ、もしかしたら規制される法律があったかもしれないけど、それが航空法、こう変わったのが航空法といって、はい、飛行機、はい、とかに関する、うん、まあ、お空に関する法律ですね、うん、それで、そこにこういったドローン、はい、無人航空機というふうに定義されたんですけど、その定義を新たに設けて、はい、こういうところでは飛ばしちゃいけないよみたいな、うんうん、こういう飛ばし方はダメだよみたいなのが決まっちゃった。まあ、要するにその航空法っていうのは、うん、基本的には有人がベースっていうか、そうあって、まさかこんな高性能が出てきて無人で飛ばして、うん、あたかも人が乗ってるような感じじゃないですか。カメラもついてて、はい、そうで、結構人、なんだろう、ドローンの、まあ、法律ができたことについて、うん、やっぱり日本はすぐ規制するとかなんとか言ってる人たちもいるけど、うんうんうん、ただ空の安全のためにはある程度はやむを得ないかなみたいな。例えば、自転車が結構道路交通法で規制されてるじゃないですか、はい、でちょっとあれも自転車に関しての法律厳しくなったけど、はいはいはい、やっぱそれですね。あの一般的に飛行機に関しては車、うん、道交法の車、うんうん、でドローンとか無人航空機は道交法の自転車みたいな感覚でいいかな。なるほどね、ちょい緩いみたいな。まあそうですね、ちょいちょいですけどね、うん、まあ、だけど自転車とかもやっぱり左走れとか、そうそう、うん、信号止まれとか、まあ、道路の安全をやっぱ好き勝手に走られたら、うん、安全を乱すからっていうことで、やっぱりね、ルールってあるじゃないですか、はい、まあ、ルールってね、やっぱりないとダメかなって思うんですよ、うん、そうそうそう、好き勝手やっちゃうし、はい、うん、まあ最近あまし話題に出てこないけど、ドローン少年とかいましたけど、はいはい、ドローン少年と申しますと、なんだっけ、いろんなイベントとかで勝手に飛ばして、はい、威力業務妨害とかで補導されたのだったかな、確か。あ、なるほどね。でもね、なんていうのかな、人がいっぱいいるところって、はい、飛ばしたくなりますよね。あ、でもお祭りとか、そう、飛ばしたくなるけど、うん、ただやっぱ法律施行されて、うん、で僕とかやっぱりその業務としても今後受け負って、はいはい、来たいので、はいはい、まあ、それ考えたら下手に飛ばしたくないっていうのが、きちっと安全対策しないと怖くて飛ばせないですね。僕ね、思うんですけど、はい、例えば、はい、いきなり、うん、まあ、電池が切れたとか、うん、どうするんですかこれ、落ちる、うん、落ちます。プロペラ1個止まったらどうなります。今こいつだったら落ちますね、1個だったら、うん、あ、で4つ回ってないとダメ。そうですね、うーん、今のところこの、まあ、1個だけ止まった状態でも、うん、まあ、飛べるようにこう、なんだろう、回転を調整するような仕組みが、まあ、ソフトウェアで制御してるんですけど、うん、その辺がうまくできれば、うん、なんとか保ってるかなということになるとは思うんですけど、あ、やっぱ声聞こえてるのかな。あ、聞こえてきましたね、うんうん、っていうことですね。なんかセーフモードっていうかね、例えば車とかも、はい、
例えばこのコンピューターというかね、そのアクチュエーターというかそのセンサーが壊れたときに、ある一定の精度に固定するんですよ、はい、で固定して例えば水温計が壊れたとか、うん、でもその水温に固定して調子悪いけどお家まで帰れるようにするとかね、あ、だからまあそれ、まあ、いろいろな問題が出てくると思うんですよ、うん、うん、だから、これあの法律で、うん、まあ、許可申請するんですけど、うん、その申請内容、例えばさっき言ったイベント会場とかで飛ばすときとかは、うん、どこに申請すれば、国ですね、国ですか、国土交通省というところに、国土交通省といえば総合事務局ですか、沖縄だったら、いや、本省の方に、え、だからただメールでやり取りできるから大丈夫なんですけど、え、例えば、ですね、もしバッテリーが急に、さっき真下さんが言われた、はいはいはい、バッテリーが急に切れても、うん、他のバッテ予備バッテリーを積んでて、うん、そいつにすぐ切り替わるような設計になってますかみたいな感じ、そういう設計になってれば、うん、許可が通りやすくなる。バッテリー2個入ってるんですか、これ。いや、これ入ってないです。ただ上位機種になると、うん、バッテリー2つ、うん、予備バッテリーついてたりとか、プロペラも4つじゃなくて6つ8つとか、あ、6つ、そういう意味があるんだ。8つぐらいついてたら1個止まってもなんとか安定して飛べるんですよ。なるほどね、うん、じゃあね、うん、まず、じゃあ僕、はい、今日実機持ってきてもらってますけど、はい、じゃあドローン、うん、まず欲しいなと思うじゃないですか、はい、でどこで買うのかと、はい、あとはなんか免許があるのかと、はい、まあ、要はドローンスタートキットみたいな、はい、それなんかちょっと手順ってあります？なんかこうしてこうしてこうみたいな。あ、まあ、どこで買うって言ったら今はほとんど沖縄だと通販で買うように、うん、このメーカーさんのサイトか、はい、もしくは販売代理店、うん、つい最近沖縄にも販売代理店ができたんですけど、そこで購入するとかですね、うんうん、でこれはまあ、今一番最新の1個前の、うん、やつなんですけど、うん、これでいろいろもろもろセットで22-23万ぐらいですね、バッテリー追加のバッテリーとかを用意して、うん、1本のバッテリーでだいたい20分ぐらい飛べるので、20分ぐらい、ただ20分ぐらいとか20分しか飛ばせないっていう、なので15分か18分ぐらいではもう帰ってくるような計算で飛ばさないと。そうですね、そうそうそう、うん、あとね、はい、じゃあ買いました、はい、何も取らなくて免許とか何かあります？はい、ないです。ない。ない。あ、じゃあ買ったら飛ばせる。そう。で許可取る。許可を。許可を取らなくても飛ばせる場所であれば飛ばせます。そう、許可なくても飛ばせるマップってあります？はい、あ、あります。メーカーもメーカーとか、あとその国土交通省とかが、はいはいはい、そういうマップを、うん、公開してますので。うん、だから飛ばしちゃいけない場所っていうのが載ってるので、うん、そこ以外だったら基本は OK です。それ沖縄も見れますか？はい、沖縄も見れます。見れます。はあ、例えばこの辺で一番近いとこ、一番近いとこっていうか、そうですね、ダメなとこ、勝連半島海中道路とかダメは OK。 あ、大丈夫。だから僕あの辺結構練習で飛ばしてるんですけど。ああ、見ましたよ、 YouTube だったかな、はい、そうです、うん、見させてもらってるんですけど、はい、あれね、めっちゃいいことがあるんですよ、はい、釣りやってる人ね、はい、ポイントが分かるんですよ。そう、実際に海外で、なんかマグロかなんかだったかな、うん、釣るのにこれで、いるところまでなんか持ってって。なるほどね。そうで、これで落としてっていうのが、多分今日本の法律だとちょっとそれやるには許可がいるんですけど。これね、うん、見た、見ました、うん、もう狙い撃ちポトンと落として、はい、スルスルみたいな、はい、うん、なるほど、まあ、で、うん、その距離の話すごい聞いてたんですけど、はい、まずこれ、まあ、送信機で受信機ですよね、はい、うん、飛行機飛んでいくのが受信機だから、はい、これ距離ってどれぐらいまでいけるんですか？こいつが、うん、一応カタログ上での性能で2キロ、うん、は2キロまで飛べるんですよ。あ、2キロ飛べるけど、はい、これ通信はどこまでいけるんですか？あ、実際、まあ、そうですね、その間に障害物があるかないかとか、うん、そういったの変わるけど、うん、大体1キロから 1.5 キロは、ぐらいは飛べる。こんなに、はい、マジで。いや、僕ね、うん、ラジコンがあるじゃないですか、はい、ホーネットとかグラスホッパーとか、うん、はい、まあ、マイティフロックとかね、はい、今分かる人いるかな、ラジオ。あの辺がね、はい、もう超、まあまあ、結構遠くまで行ったなと思ったら、はい、ハンドル切ってもね、はい、もうアクセル減速しても勝手なしていくんですよ、はい、要はもう通信、まあ、はい、電波が届かなくなった時に、うん、そのサーボがあるじゃないですか、はい、サーボが止まったまま走ってくる。こいつは、うん、まあ、仮に電波切れましたってなったら、はいはい、ちゃんと
離陸させるときにちゃんと GPS 信号拾ってたら、うん、ちゃんとその離陸した場所帰ってくるんですよ。マジで、うん、あで、あの、マジで、あ、そう、それとさっきあの飛行許可の話をしたんですけど、はい、でこれ 1.、まあ、1キロ以上は飛べるって言ったけど、はい、ですね、許可、あの国の許可なしで飛ばせるのが、うん、あの、目視での飛行のみなんですよ。目で見えるところまでしか飛ばしちゃいけないよって、うん、ということは1キロも飛ばしたらこんなもう見えないから、まあ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 、実際はダメなんですよ、うん、だからせいで自分からあの半径150か300メートルぐらいかなという、まあまあ、法律全く無視してる話ですか、うん、あ、無視、うん、無視してる、はい、僕のただその思いつきなんですけど、はい、今この送信機、ね、はい、あのプロポンみたいなの持ってきてもらってるんですけど、はい、まあ、スマートフォンが刺さってるんですけどね、はい、これはもしかしたらあのドローンについてるこのカメラの映像が今映ってるんですかね。そうですね。というとこれを見ながら飛ばせるから、はい、あたかも飛行機に乗ってるようなそんな感じになるんですか。になりますね。あらら、素晴らしいですね。あのちょっとツイキャス見てる、はい、あのリスナーさんもいるんでちょっと実機の方見せてもらいたいんですけど、わお、それかこうやって持ちます。お、で、そうですね、行きましょうか。ちょっと一回あの実際に、はい、モーター高速カッターよ。もう本当、はい、ちょっとモーター回してみます、ね、はい、はい、で僕今持ってますんでラジオちょっと、本当に、はい、行きますよ。はい、ちょっと、ね、ちょっとこの辺これいけるかな。ちょっとねラジオで聞いてる方分かるんですけど、はい、ホバリング、おお、寒っ。もうちょっとパワー上げて上に飛ばしてみてください。も持っててくださいね。おい、わわわわ、私も、あかんあかんあかん、これ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 あかん、お、これあかん、おい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 、これは飛ぶわ、これ空上飛ぶわ、俺上上がりそうだったね。本当にやばいこれ、はい、この感じです。ね、あのほら赤と緑があるんですけど、まあ、はい、船だったらほらあの左舷とか右舷とかね、そうですね、なんかうわーすごい、まあ、こっちが前、こっちが後ろっていう感じですね。すごい、ちょっと置いていいですかこれ。あ、はい、大丈夫です。やばいよこれ、超スーパー高出力超ミニ扇風機みたいな。まあ、確かに、でさっきあの、カッターって言ったんですけど、確かにあの、うん、触ったら本当手切れます。これやばいよ、尋常じゃない。あのヘリコプターの下に行ったみたいになって。そうそうそう、本当そんな感じです。こわ、ちょっとあの恐怖を感じましたね。いやー、うわ、面白かったよ。もうツイキャスちょっといきますけど、はい、ブラザーが リード、マシャさんが、マシャが天井に激突しないかって、本当に激突。ちょっと怖いと思いましたね。これタケコプターできるんじゃないですか。あ、そこまでは多分あの無理ですね。だってこれが運べるのせいで数百グラムぐらいなんで。これカメラはどこのカメラですかね。カメラ、ああの中のセンサーはソニーのセンサーらしいです。なんかよくカメラはよくあれ使ってるっていうじゃないですか。よく何だっけ、あの、よく世界的によく使われてる。あ、GoPro。GoPro、GoPro。あれはこれの1個前のファントム2の時は GoPro をつけて。あ、これファントムなんだ。これファントム3です。3。うん。ああ、そうそう。知り合いの社長さんが、はい、そうファントムを使って飛ばしてたんで。はい。そうそうそう。あ、これファントムか。もっとでっかく見えたんですけど小さいですね。そう、意外とこれはなんだろう、業務によってやっぱその使い分けというか、やっぱ普通に撮影するときはこれよりもうちょっと大きい、あの3キロぐらいある。一応持ってるんですか。はい、もう一台あります。でそういうと使うけど、うん、やっぱりなんだろうな、小回りの、が必要な場所とかだったらこっちの小型の方がいいなっていうのが。これめっちゃパワーありますね。なんかもうちょっとやってみましょうかね。怖いわ。大丈夫大丈夫、うん、引っかかるところはないないですよね。僕もちょっと待ってから。うわ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 、こんな感じですね。うわ涼しい。今あのツイキャスのカメラで回ってるのが多分ギリギリ見えてるかな。ねえ、うわ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 、寒っ。俺の逆じゃねえよおい。うわすごいっていう感じですね。ちなみに、はい、うん、これ、はい、あれですか、誰でも飛ばせます。あ、はい、誰でも飛ばせますね。要は、うん、これなんですかね、上下左右、うん、ということだけ、上下、うん、左右、どういう操作できるんですか。ちょっと、プロポの説明をリスナーさんにできますかね、コントローラーの説明を。そうですね、ちょっと見えるかな。まあ、ツイ
キャスだけじゃなくて、普通に電波で聞いてるリスナーさん向けにも、はい、まあ、普通ラジコのプロポが旧型のね、うん、ね、左と右のね、つまみみたいなのがあって、で、左の方からいきましょうか。左、上に向けると、はい、まあ、単純に上昇、上昇で下で下降、下降で、右にやったらもうそのまま、横移動ですね。で、左で、そのまま左移動。ああ、じゃなかった、違う違う。上下と上下と、右回転左回転。要は こいつ、あ、上下と右回転左回転。ぐるっとこう、はい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 、はい。まあ、垂直、上に上下に関することね、向きを変える。そうです。続きまして右で、こっちが、はい、これは普通に右移動ですね。右本体がこう右グーッと右にスライド、左やったら、うん、左グーッと前に倒したら前に進む。ああ、じゃあこれは完全なる、はい、ただのもうラジコンみたいなもんですね。そうですね、右手でいけるだけの、はい、ああ、じゃあまあ、うん、難しくはないですね。そうですね、だからこれ組み合わせて例えば上昇しながらこう右に行くとかっていうのもできるんです。うわ、すごいこれ。で、何か電源ボタンと右になんかエッチって書いてるボタンあるんですけど、エッチ、あ、これさっきですね、さ、最初ちょっと話したんですけど、はい、GPS が、まあ、今 GPS 聞いてないけど、うんうん、GPS 聞いてたら、うん、ちゃんと離陸ポイントに戻ってくるんですね、うん、で今それ戻ってこいよっていうの、これボタン押せば勝手に戻ってくる、うん、わお、操作せんでいいの、はい、ポチッと押したら、うん、そう、すげー。ちなみに、このボタンとか押さなくても、例えば一回これ上昇で、うん、まあ、ちょっと上上げるじゃないですか、はいはいはい、で上げたらあとはもう離しておいても、うん、勝手に浮いてる。ほう、ホバリングしてるんですか、はい、自動的に。はあ、だから操作はめちゃくちゃ簡単ですね。へ、むしろそこら辺で売って、ビッグハンとかで売ってある、うん、5000円とかぐらいのドローンの方がむちゃくちゃ難しいです、ね、うん、そうなんだ。そうなんです、くしゃみしたら飛んできそうなやつやろ。そうそうそう、あっちの方が逆に難しいです。そうなのそうなの、そう、これが簡単なの。え、なんであれ難しいの。いや、要はなんだろう、ドローンって自立する、はい、自分でこう自立できるっていう意味があるんですけど、うん、要は5000円とか1万円ぐらいのおもちゃだったら、うん、その自分で自立することはできないんですよ、うん、なんか勝手に浮いてたりとかっていうのができないから、うん、あ、じゃあ自分でコントロールしないといけないんだ。ドローン買いたくなってきたなおもちゃのでもいいから、はい、楽しいわ。なんかこれ、あ、なんかツイキャス色来た、ツイキャス来ましたね。空軍1号さんから、人口が多いところも国土交通省に申請しないとダメなんですか、はい、これどうなんですか。これがですね、うん、人口が多いところっていうのが、うん、総務省の統計で決まってる、人口、集中地区っていうのがあって、うん、そこは飛ばしちゃいけないよって、うん、単純に家があるなしじゃなくて、うん、人口集中地区であるかどうかみたいな。え、そうなんですよっていう、まあ、これはまあお役所 の、 まあ決まりな。ということは大丈夫なところと、人が住んでても大丈夫なところ、大丈夫じゃないところっていうのがある。そういうんです。うーん、でも大抵家がたくさん建ってるところは、うん、やっぱ、人口集中地区。沖縄どうなんですか。沖縄は結構いいです、やっぱり飛べるところは。いや、人口集中地区、宜野湾市はもう全部ですね、飛ばせない。飛ばせない、うん、あー、でただこの人口集中地区っていうのが多分おそらく5年ごとに更新されるのかなっていう感じなので、なるほど、ね、今人口集中地区じゃないところもそのうちなっちゃうとかっていう。いや、これいいわ。これリアラさんから、ね、5000円ドローン楽しいよって来てます、ね、くしゃみしたら飛んでくるやつねへえ、ケインさん、人口集中地区があるかどうか、はい、なるほどね、チェックポイントね。アップルポンさん、沖縄でドローンの競技会とかイベントとかあるんですかって来てますね。競技会とかイベントはやってみたいですね。セミナーはいろんなところがちょこちょこやってて、まあ、僕も、うん、再来週8月5日に、うん、講習会やるんですけど、うん、これちなみに、うん、まあ、じゃあ競技会やろうとして、はい、まあ、日本全国で何か行われてるかとか、はい、何かできそうですか、競技会って。東北の方とかで結構、はい、すでに実際あるんですよ、うん、例えばドローンレース、うん、こういった空撮用 の、うん、ドローンじゃなくて、うん、本当に純粋にレース用のやつ。あ、じゃあめっちゃ速い。めっちゃ速い。ドバイでほら1000万回ぐらい賞金もらったなんか17歳の少年がいるというのがあったじゃないですか、ドローンレース、はい、うん、あんなのがこの間日本でも開催されたんですね、まあ、ちょっと賞金レースじゃないと思うんですけど、神戸でも賞金レースがあったかな。でそれは最近入る VR のゴーグルつけて、うん、もうとにかく速さを競うみたいなイ
ろんなコースですね。素晴らしいですね。なんか大変興味出てきました、まあはい、今日、まあね、お越しいただいて、まあ、免許がいらないということと、はい、許可が必要、はい、でお金があれば買えるということが、はい、まあ、よく分かったんですけどね、はい、セグウェイの話が、うん、高橋さんから来てますけど、うん、セグウェイは乗れないんですよね、まだ日本は。セグウェイは あれどうなんですか。でもセグウェイっぽいのはなんか結構いろんなところで乗ってるの見たことがあるような気がするんですけど、セグウェイもあれですかね、ウインカーつけてブレーキランプつけてて、その原付の同行法に入れば乗れるのかなとか思って。ああ、うん、どうなんですかね、地域とかね。なんかなんかコメント来ても、下の方になんかコメントあるかなと思って、うん、多分見逃したところとかがないかなみたいなってね。ちょっと最後に、操縦、女の部屋覗いたら、ああでも今部屋を覗くほどのことはちょっと、うん、できないかなという感じですね。ズラが外れなくてよかった。俺ズラじゃないよ。ベーグに見つかる。窓開いたらベーグに見つかるぞで。やっぱ開いてます。これちなみに、はい、基地の上では飛ばせない。さすがに飛ばせないですね。うん、ねえ。カデナ基地入れちゃったら撃ち落とされるの。まあでしょうね。だからダメでしょうね。う、国際ちょっと法的な問題で。とりあえず日本からちょっと逃げたくなりますね。あそっかそっか、まあ、とりあえずですね、はい、ちょっと今日は、まあ、まだまだ、お話がいっぱいあるんですが、はい、うん、とりあえずちょっと次のゲストさんも来られてるということで、はい、とても楽しい話でした。聞けなかった話が結構聞けたんで、はい、はい、ぜひそうですね、なんか本当ありましたらいろいろ聞いてもらえれば、うん、まあ、何かちょっと告知があれば、例えばそのこういう仕事をしようとか、あ、セミナーとかあれば最後に告知していただいて、ちょ、今沖縄県で、うん、まあ、ドローンで空撮とか今のヘリの空撮とかと比べたら、うん、まあ、だいぶ安いんですけど、それでも、うん、まだ、あ、ちょっと金額が高いっていうので、うん、もうちょっとそのお手頃価格で空撮できるようにということで、いろいろ受け負ってますので、普通にプロモーション撮影や記念写真とかだったり、まあ、工事現場の撮影とか、はい、あと今後はですね、うん、まあ、ちょっとこれはお手頃価格というわけにいかないけど、うん、赤外線カメラで、うん、例えば畑や森林を撮影したりとかあ、そう、はい、大丈夫だからまあそれはちょっとお金もらわないと。なるほど。赤外線カメラが高いのでめっちゃ、はい、なんかちょっと軍用に使えそうですね。赤外線とけど、まあ、はい、うん、そうなんだ。まあ、ちょっとそういうのもやっていきたいなと考えてますね。で、あと、まあ、その今日話したような感じの、ドローンの基礎知識とか、はい、あと実際こうフライト の体験会、うん、これを、8月5日の、金曜日の、13時から16時の間で、沖縄県の総合運動公園で、うん、開催しますので、はい、はいはいはい、ぜひ。じゃあまた何かあればね、ツイキャスとか、はい、そうですね、まあ、うちに何か原稿もあればうちのあれから、はい、送るとか、はい、リツイートするか何かやりますんで、また告知あればね、うちの方にまた連絡していただければ一緒に協力できたらと思います、はい、じゃあそれでは、飛行機アイランドからね、はい、近藤さんということで今日は、ね、番組の貴重な時間も使わせていただきましていいありがとうございます、はい、じゃあそれではじゃあまたね、はい、またドローンの話ができればと思うんで、また僕も勉強してきますんで、はい、またよろしくお願いしたいと思います、はい、じゃあそれではちょっと CM の方行きますか。はい、じゃあ今日は、近藤さんということでね、ありがとうございました。はい、はい、どうも、はい、じゃあ CM。お俺ほら結構あれでしょ、できるでしょ、聞き取りも。はい、どうも。BGM ありがとう、よかったよかった。BGM なんか沖縄っぽい音楽、うちらの音楽、インストでもいいし、カラオケ的な。はい、どうぞどうぞ、はい、はい、失礼します。外、音聞こえます？うん、いい、聞こえた、バッチリ。これがいいんじゃない、しばらくでやります？ねえ、何ですか？なんか昔の親子ラジオみたいな。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。もう時間ない、時間ない。そう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 。あ、クロちゃん久しぶりに、マシャみたいな電車乗り過ごしまして7、6、5秒前、4、3、2、1。 DJ マシャワールドをお届けしております。はい、ゲストの時間パート2でございますね。はい、はい、はい、じゃあそれでは自己紹介のお願いします。はい、はい、ありがとうございます。私三線シンガーミキティこと
ヨギ、ミキノと申します。はい、DJ マシュマロでようこそ。ありがとうございます。はい、いやいやいや、やっと来てくれましたね。よかった、はい、タイミングもあって。よかったです。お呼びいただいて、ね、本当にありがとうございます。今日はね、はい、ガンガン宣伝して、はい、で、まあ、もし何か、SNS 的なものやってるんであれば、はい、まあ、ファンも増やしいの。あ、本当ですか？内地の方結構見てるんですよ。本当ですか？で、ユーティーのファンもたくさんいるんで、その、沖縄の音楽が好きな方が多いんで、うんうんうん、せっかくなんで、まあ、ビューティーを見に来たけど、はい、じゃあ、そう、リューティーさんも素敵ですけど ね、はい、ね、ミキノさんも、はい、じゃあちょっと、あ、時間が違うから、じゃあここに行こうとか、楽しみが増えるじゃないですか。そうですね。そうそう、そういう意味も兼ねてっていうことでね、はい、はい、もう私ほとんど、毎月というか、うんうん、ほぼ毎日どこかしらでライブを行ってまして、はい、国際通りの居酒屋さんとかホテルさんとかでやってます。毎日、ほぼ毎日、週に、そうですね、週に5回、6回とかぐらいやってて、なので、まあ、なんて言うんでしょう、固定のお店とかではないので、はい、いつもこのお店、このお店ということでいろいろ回っているので、じゃあ契約しててみたいな。そうですね。なので、まあ、私、Facebook、ブログ、Twitter、全部やってるんですけど、うん、はいはいはい、その方でライブ、今月は何日何日どこどこでやりますよ、みたいなのは。じゃあ、後でね、うん、最後にでも、まあ、告知して、はい、で、まあ、こう、なんていうんですかね、皆さんとお友達になって、もう今日うちの番組に出れば、はい、確実にファンが増えます。おお、そうなんですか。確実にファンが増えます。ありがとうございます。 DJ マシャガルの応援番組なんですね。本当ですか。はい、さすがマシャさんですね。そうなんですよ、はい、大阪のシローさんツイキャス来てますね、はい、大阪に来てくださいって。はい、行きます。あ、どうです、大阪たまにあります。行きま、大阪ちょうど今計画しているんですけど、うん、何さんでしたっけ、シローさん、シローさん、はい、11月に大阪行きます、うん、いいね。ほんで、もう大阪に、ほら、もう佐賀県さんも大阪近いんで、はい、大阪、もういっぱいいらっしゃるんですね。もうよかったじゃん。はい、よかった。今みんな駆けつけるよ。本当ですか、うん、嬉しい。まだちょっと計画中なので、はい、詳しい日程とか場所は、まだこれからっていうところなんですけど、はい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 、11月の中旬ぐらいに、うん、大阪と九州に、ツアーというか、ライブをしに行こうかと。まあ、場所は決まってるんですか、どこでやるとか。ちょっと詳しいところはまだ今調整中なので、はい、今順次。絶対ファン増えるもん、ね、なんかね、はい、前なんか一緒にイベントやった時に、そうですね、耳がいいなと思って、あ、すごい、うん、要はもう耳から入ってきてすぐ音に出せるっていうところが、はい、あ、この人すごいなと思って、やっぱずっと楽器やってるからかなと思って、ね、前に、まあね、一度マシャさんとイベントさせていただいた時、いただいたね、これ弾いてみてっていうのすぐ三振で弾いたんですよ。むちゃ無理しても何でもやったからAKB さんとかやりましたね。そうそうそう、あ、できるんだと思って、はい、なんとなく三振、私三振弾いてるんですけど、三振はね、まあ、沖縄の楽器ですけど、音を拾おうと思えばどの音でも拾う、結構拾えたりするので、ね、だからもう どこの音はどこに指を置くっていうのが全部頭にある。そうですね、もう、まあ、そんな、はい、ヨギミキノさんなんですが、はい、出身はどちらですかね。出身は、沖縄の那覇市です。あ、那覇市、はい、あ、でこう小さい頃はどういうお子さんでした。小さい頃はですね、うん、もう普通普通ってあるけど、暴れん坊の方かな。ちょっとこう男気あるっていうか、ちょっとこうワンパクな女性だったね。そうですね、うん、お子さんだったと。まあ、今も変わらずワンパクさは出てるとかなとは思うんですけど。あ、なるほどね、はい、でこう三振にこの楽器に出会ったのはいつなんですか。ですね、うん、楽器に出会ったのはちっちゃい頃からおじいちゃんおばあちゃんが、うん、お家で弾いてたり、私の父もギターを弾いてたりと。あ、三振ではなく、はい、うん、結構こういう楽器、音楽に触れる機会はあったんですけど、まあ、本格的にやり始めたのは、うん、高校時代エイサーの踊り手の方をしてたんですが。あ、エイサーしてたんだ。はい、大きい太鼓持ってジャンプしたりとかしてたんですけど、それを卒業した後に、うん、ちょっとまた何かやりたいなと思って久しぶりにおばあちゃんの三振を手に取って弾き始めたっていうのが、うんうんうん、今の三振の活動の始まりなのかなと。ああ、で、はい、それでこうずっと、まあ、うちで弾くみたいな。そうですね、うちで弾きますよね。うちで弾きますよね、うんうん、うちで弾いてたら、はい、なんかそろそろ人に聞かしたいなとか思うじゃないですかそうですね。で どんなふうな感じで人前に。私の場合すごく縁があって、うん、当時勤めていた会社の方で例えば
お偉いさんが来るからちょっと余興じゃなく接待じゃないけど、あ、まあ金が出るぜじゃなくて、それちょっとまあまあボランティアっていうか、そうそうそう、人のために的な、そんな感じで、なんかぜひあの沖縄の文化も紹介しながら弾いてくれない、うん、っていうことで、その時も弾きながら歌うこともまともにできなかったのに、うん、出たがり根性が目のものすごい出て、うん、あ出ます出ますっていうのを、うんやって、それで練習して練習をして出たんですけど、ボロボロだったんですけど、それが何度か何度かあの繰り返しで出させていただくことがあって、はい、それでやっぱり毎回悔しい思いをして、もっと練習しよう、もっと練習しよう、もっと上手くなりたいと思って、まあまあ一応プロではなくて、ただそういう、でもそうですね、去年の4月ぐらいから本格的にライブ活動、え去年の4月から、去年の4月ですね。まだじゃあそんなならないの、あそうですね、人前でやらせていただくのはもう少し前からなんですけど、うん、本当に今ちゃんと、あ仕事でみたいな、仕事ではあ活動しているのはちょうど去年の4月から、まあ、でもね、でもね実際ね、あのほら音楽でやっぱり今別に仕事ある、これで1本今これだけですね、うわすごい、はい、あ前はなんか仕事してたもんよね、そう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 、ね、すごいね、音楽でやってってるっていうのははい、この今この三振だけに、マジか、今年ぐらいから、はい、へー、リューティーもね、そうあの人たちもバイトしてたんだよ、そうみたいですね、そうでもこれでいけるってなって、やめて、うん、もう一本でいってるの二人、そう私もまだまだ厳しいところあるんですけど、なので一生懸命毎日毎日一つ一つのライブを大事に大事に、あでどうなんですか、じゃあ実際に、はい、あのライブするじゃないですか、はい、でライブしてそうファンもだんだん増えてきました、内地からとか、そうですね、接点っていうか、あのやはり沖縄に観光でいらっしゃって、うん、すごくまず私たちのファンになって、私のファンになってもらおうという前に沖縄を楽しんでもらおうと思います、そういう気持ちであの歌って楽しんでもらって、そこからよければ Facebook とかでつながったり、なるほど、ね、SNS とかでつながったりで、今は結構てはい、てなると、てなるとてなる と, なると、はい、弥生さんなんかオリジナルソングあるんですかとか、あそう、ね、来るやろ来るやろ、来ますね、どう来た、なんかちょっとなんか作ろうかなみたいな、そうですね、今ちょっと頑張って制作中というか作ってる、はい、これ期間もよかった、いや大丈夫もう少しで、ね、もう少し曲が集まれば、うん、CD とかも、いや1曲でないのなと思って、ああのなくはないんですけど、まだ表に出してないかな、うん、出してないのなんで恥ずかしいの、なんだなんだ、まだ未完、ちょっと顔が赤くなっちゃったねなんかちょっと照れ感があるな、そうそう、あそうなのへえ、ねえねえ、本当にこのライブで来てくださったお客様にも CD ないのとか聞かれたら、ほら言われるね、こんなん、ね、まだ作って金なるぞこれ、お、売れ売れ、作ってくださいマシャさん、え CD 焼くのはできるよぜひぜひ、 CD 焼くことはできる、 CD の大量生産のっていう俺が何に加われるかどうか分からんけどまあなんか手伝えるのは手伝えるけどさ、ぜひぜひ手伝っていただき、だからまあちょっと精神的にね、はい、後押しするぐらい、あ本当ですか、 CD 作れみたいな声だけみたいな、たまにね背中押してくれないとなかなか前に進めなかったりするので、あのね、はい、あのそクリエイティブな人ってね、はい、金じゃないわけよ、あやっぱそこ人を楽しませたいとか届けたいとか、うんうんうん、いいものをね、うんうんうん、それなんか自分がこう一生懸命やってるものは、はい、いくらみたいなじゃないわけ、そうですね、うん、まあ、だけどさ、やっぱりもう、まあ、プロとしてやっぱりその、まあ、今やってるわけですから、はい、やっぱりこうお客さんのやっぱり要望に応えないといけないんですよ、そうですね、それ今お客さんから要望があるっていうのはお金じゃないんですよ、はい、お客さんが要望あるってことは、お客さんの要望に応えるにはどうすればいいのかなっていうことを考えればいいんです。なるほど。そうなんですよ。その要望に応えれるように準備をして、そう自分でねできることをコツコツとやっていくしかないですね。うんうん、そうそう。でね、はい、オリジナルはとりあえず3曲ぐらいいいと思うわけ。あ本当ですか？うん。ほう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 。だからいっぱいやろうと思うからできないわけ。僕が思うにはとりあえず1曲でもいいわけ。一曲でも。そう。で、ほら例えばさ民謡ライブするにしても、はい、あのあれじゃないですか、やっぱり分からない曲がずっと流れるとポカーンってなるわけですよ、そうですね、そう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 、そうなんですよ、だからちょっとこうね、みんなが知ってる曲を入れつつ途中に自分の曲をポンって入れるんですよ、そうですね、それもほんで実は私曲持ってて CD 持ってきてるんですけど、よかった買ってみたいな流れに持ってくみたいな、その流れちょっと作れるように頑張りたい、そうそうそう、まあ最初ねちょっと値段1曲で500円にするとかさ、2曲入れて800円とか1000円にするとか、うまくちょっとこう、そうそうそう、ちなみに野瀬さんはオリジナルないですね、いや僕もちょっとね最近ね、なんか俺の曲ってあった方がいいかなと思って、詩だけを書くとかいらっしゃるんじゃないですか、
ないんですよ。だから最初詩だけ書いとくとかね、で曲は誰かにお願いするとかっていうやり方もありかなと思って、あのやっぱり仕事も何でもそうなんですけど、はい、あの器用貧乏っているじゃないですか。あ、はいはい、ありますね。ね、結構私そのタイプかもしれない。で、全部自分でやろうと思うと何にも先に進まない。わかります。だから自分で何かやりたい、どうしようって、それを紙に書いといて、じゃあこれを達成するにはどの手を使えばいいのかなとか、なるほど、人の力を使いつつ、はい、自分のやりたいことをなんかこういけば夢が叶うのかなって、あの見てて思いました。あ、本当ですか。なんか今日僕のセミナーみたいになってますけど、すごいなんかセミナーみたいになってるけど、マシャさんの、え、みそにこみすきさんね、マシャディになってるっていうことでね、ちょっとね、今日キャラがあったんですよ。ちょっとね、あのちょっと待ってね、今ちょっとキャラを出しますけど、はい、あ、なんかさっきのやつですか。そうなんですよ。あ、D、喋りすぎて時間なくなってきたでこんな感じでねやってたんですよね。あのそれまたあのあ出た出た、もう曲もうまくこれやって、これが噂の、いや、あのさ、みきのさんさ、はい、あのやっぱいいの持ってんだからさ、ちょっとだってもっと自分の出し方をさ、やっぱ考えた方がいいって。あんた本当素晴らしいの持ってて、自分でちょっとよく分かってないと思うわけ。はい、うん。ありがとうございます。いや、だからさ、あ、まあもうちょっと自信がちょっとないのかな。はい、でさ、あのじゃあさ、こうしたらいいんじゃよ。あのまあ、何でしょう、毎朝さ、はい、鏡に向かってさ、鏡に向かって、そう、私さ、はい、私できるんって、私すごいんだよって鏡に向かって、そう毎朝ね、そうするとさ、だんだんちょっとずつ自信がついてきてさなんか、はい、でも私もこうなるみたいな、本当できるんだしみたいな、自分で自分に命令するみたいなさ、なるほど、まあこれ一種の自己暗示なんだけど、まあ僕からはそれをあなたに提供したい、うん、ありがとうございます。まあそんな感じ、まあちょっとこのうざいキャラも終わるけど面白かった。いや、面白かったです。言う言葉違うでしょ。すごい、はい、ね、すぐ返信しちゃうから、元に戻します。はい。はい、今日からあのはたはたあの作った新キャラですね。新しいマシャディ、素敵でした。アゴベルト中里、AV 監督みたいな。じゃ違うだろ。嘘っぽかった。ぽかった。違うよね。爽やかだからもう。味噌煮込みスキーさん、マサちゃん滑ってますって。いいですね。面白い。もろ。モロ日柄さえ、あ、これシンジゴ、シンジって来てます。シンジさん、大阪のシンちゃん、あ、大阪のシンちゃん、あ、大阪、いや、ありがとうございますね。シンちゃんさん、あのどんどんコメントください。そうなんですよ。じゃあね、時間もそろそろあれなんで、はい、今日 あの CM あと一本あるよね。じゃあ一旦ちょっと CM 行きましょうか、はい、CM。そのコーナー準備変装、はい、Q シートない割にはいい感じで進んでるね。ね、いやいや、Q シートない割にはでさ、これさ、ちょっとね、ね、ここの後にビギン、どこだっけ、これが、乾燥で、これが、あ、この赤いところがあるでしょ、はい、これがあるのとないのがあるわけ、うんうんうん、これどうしてる、これなしです、なしバージョンか、はい、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですよ、 だから赤くしたわけ、消すかもしれんと思って、あははは、プリンターが調子悪くてよ。じゃあ僕はこれ見ながら弾こうから、歌詞ちょっとやばかったらチラッと見たらいいですね。 ありがとうございます、カポ、あ、音だけ合わせてね、やべ、あ、今日さ、ここカポも全部忘れて、多分あの CM のでたんだ、これは聞いてた方がいい、3、聞いた方がいいです、2、DJ マシャワールド、 DJ マシャワールド、間に合ってない、マシャワールド、イエーイ、いや、あの僕は ギターを準備してるというのがバレないようにちょっと あれやってほしいね。はい、じゃあちょっとね、あの練習をね、うち2人打ち合わせ全くしてなくて、はい、でちょっと よいしょーっていう感じでね、毎回ぶつけ本番だ。で、あのキーをね、ちょっと女性のキーに合わせて、ちょっとヒントちょっと静かにしといてよ、ちょっとキーを合わせからね。最初のこの音だけ合わせてます、はい、合う？じゃあカポなしバージョンだね、はい、カポなしで、カポなしバージョンね、はい、じゃあキーも合いましたので、はい、じゃあ早速始めたいと思います。じゃあ、いつも あの弾き語りのコーナーはですね、今日は、ミキノさんと DJ マシャと、はい、牛乳屋のひふみさんと、3名コラボでお届けしたいと思います。僕はね、歌わないです今日今日ギター係です。はい、ちょっと歌おうかな、ぜひ
メインは、ミキティでいきますんでね、はい、よろしくお願いします。それでは海の声聞いてください。はい、どうもありがとうございます。ちょっとね、ちょっと今日一瞬で通してなかったんで、ちょっとおかしいところもあったんですけど、はい、ありがとうございます。やっぱうまいっすね。汗かきました、ね。すが毎日やってるだけあって、いやなんかいいな。これ前からねリクエストあったんですよ、リスナーさんから。本当ですか。うん、でいつかやりたいなと思ってて、で聞いたらこうリクエストがあったもんでできますかということで、聞いて今日の演奏する運びになりました。大丈夫でした？大丈夫でした。だからちゃんと詰めればもっといいのできると思いますね。はい、一回打ち合わせせずに、もう本当にぶっつけの本番でしたね。そうここの尺の問題とかあったけどね、まあ、ここはちょっと聞きながらもう調整して合わせてみたいな。ありがとうございます。合わせていただいて、いや、はい、よかった。楽しかった。じゃあそんなあのヨギミキノさんなんですけど、
何かやってらっしゃる、まあ、SNS とか、なんかその告知とか何かあれば、うんうん、リスナーさんに向けて。ありがとうございます。うん、先ほどもちょっとお伝えしましたけれども、はい、私、Facebook、Twitter、ブログやってますが、うん、全部、三振ミキティで検索いただければ。三振ミキティ、はい、これは漢字カタカナひらがな、三振は3つの線。三線、うん、とあとミキティ。ミキティミキテイで三振ミキテイミキティでちっちゃいね、そうです、それで探していただければ何かしらがヒットする運びになっておりますので、ぜひそこで日々のライブ活動とか、こうアップしておりますので、ぜひご確認いただければなと思います。あともう一つなんですけど、ちょっと最近、近いライブもお知らせして大丈夫ですか。3つありまして、はい、まず、1つ目に花火クルーズ、花火を見ながらクルーズ船で楽しむ花火クルージング、まさかモビー号じゃないよね、の隣のオルカ号にあるんですけれども、はい、それが7月の30日と8月の20日、これどこで予約するんですか。ウエストマリンさんというところで、ウエストマリンさん、はい、そこで調べていただければ、私のブログにも載せているので、はい、見ていただければ。じゃあまずはもうミキティ、沖縄ミキティ、三振ミキティで、はい、あともう一つが、8月の3日水曜日に、那覇のマカビにある七魔界さんというところで、うん、ライブ行う予定ですので、そこは国際通りの居酒屋さんとまた違って、ちょっと私たち、その時は私ともう一人ギターのグッシーさんという方と一緒に出るんですけれども、うんうんうん、その二人の色が出るような楽しくなるライブを行う予定ですので、うん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 、ぜひ機会があれば、うん、足を運んでいただければなと。どっかのタイミングで僕見に行きましょうね。ぜひ誰か内地からこう、誰か来た時とかね。はい、お願いします。ね。センターサンキューのところ。そうそうそう、サンキューのところ。あの辺。あ、ちょうどサンキューの向かい。サンキューの向かいの、ファミマの奈良です。そうそうそう、ファミマの。はいはい、あの通り。焼き鳥が、焼き鳥が前に。なるほどね。はいはいはい。あそこで、夜から、うん、夜でライブを行いますので、8月の3日ですね。うんうんうん、8月3日。遊びに来て。何曜日だったっけ。水曜日です。水曜日。はい。平日。これチャージはチャージは無料ですね。お、チャージ無料、はい、飯食っただけ。飲食あ、いいですね。マジですか。はい、あ、いいですね。素敵なお店なので。あ、そうなんだ。お酒も飲めるんだよね。お酒ももちろんです。あ、料理美味しい。料理美味しいんですよ。なんで知ってるんですか、ひふみさんは。なんで知ってるんですか。近くで働いてるからそうなんですねなるほど。はい、へえ。ぜひそっかそっか、すごい、料理も美味しいし、お酒も美味しいし、ライブチャージ無料で見れる。素晴らしいですね。なかなかないかなと思うので、ね、足を運びやすいかなと、ね、はい、内地からもね、お客さん来ますんで、はい、ね、ちょっとせっかくなの生きても見てってよみたいな感じの流れになればね、うんうんうん、ぜひいいかなと思います。またこの日じゃなくても、まあ、毎月どこかしらで居酒屋さんとかでライブも行っているので、うん、タイミングがあるときに。ツイッターもやってるんですよね。ツイッターも、はい、ツイッターで星印つけたら通知が来るからね。あ、そうです、ね、この人から通知欲しいからもう星つけとけば、ここに必ず、ね、スマホだったらお知らせ来るからね、はいはいはい、ぜひ星つけてください。あ、そっかそっか、はい、今日はね、ヨギミッキーノさん、はい、略してミキティ、もうきっとファンが増えたと思います。本当ですかね。増えますよ、ね、今日魅力がちょっとね、少ししかちょっとあれだったんだけど、はい、後でね、ちょっとね、まだ時間ある？大丈夫です。まだある今日、はい、大丈夫です。でちょっとツイキャス放送別でやるんで、別枠で、はい、勝手に、はい、で今ちょっと27人見てるんですけどね、まあ、延べ人数356人見てて、うん、で今滞在してるのが27人ですよ、リスナーさんがね。で、はい、ちょっと、まあ、結構来てくれればいいんだけど、そのアカウントに来てくれれば、うちの。わかりました、うん、誰か DJ マシャーのアカウントリンク先お願いしますユミさんいるかなユミさんいつもお願いしててリンク先を、でこのボタンを押すと僕のところに来れるみたいな。へ、でこっちでちょっと別枠で放送しますんで、あと3分ぐらい来た。あ、さすが早速言ったらすぐ。そうなんですよ、もうみんな助け合いで、ね、でこのツイキャスっていうシステムは僕30分で切れちゃうんですよ、うんうんうん、でこうコインを、ね、入れてもらえればずっとこうやって連続で放送できて、もうやがて2時間ですけどね、1回も切れずに、もうみんなのおかげで助け合いしていうことで。素敵ですね。そうなんですよ、もう僕も本当にみんなに支えられてます。はい、そんな感じで。楽しい番組に私も呼んでいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ロレツが回ってないけど2時間ぐらい喋ってるからな、もう。そうですよね、またぜひ呼んでいただければな、ね、はい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 、はい、いやありがとうございます ね、 ですね。ユーミーさんがねツイキャスの検索方法を教えてもらってますけど、はい、今日なんか感想ちょっとね、音が割れてるっていう意見がありましたね。本当ですか、割れてましたかね。ちょっとツイキャスで僕のまたアカウントでやりますんで、ちょっと曲をね、また
ちょっと僕ギター弾かないんですけど、ちょっと単独で弾けます？単独で弾いて歌ってもらいたいんですけど。あ、この後ですか？うん。で大丈夫？あ、大丈夫です。ちょっとまた 1、2曲かちょっと弾いてもらおうかなと思ってるんで。はい。大丈夫であれば。はい、そうですね、シロさん海の声リクエストありがとうって言いますね。そうそう、うん、来てましたんでね、あの夢を叶えてみました。はい、ハンちゃんもねいつも応援してもらってるんですよ。この方も来てくれるかもしれませんよ。あ、本当ですか、応援団なんで。あとクロちゃんさんとかね、うんうんうん、そうそう、はちみつ一家さん、もう内中の方が結構いっぱいいるんで、うん、はい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 、すごいですね。そう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 、そうなんですよ。あと僕行くと僕が滑ったとか、ま、D がなんとかとかね、このキャラクターいけるかもしれんな、来週も出そう。俺の忘れてたくせに何がさっきあのキャラクターの喋り方、うん、だからね、なんかちょっとキャラ設定がうまくできてないね。じゃあそうなんですね。あ、シグナスさんもね今日来てるから。シグナスさんいた、あ、いた、うん、遠くから応援、ハンちゃんが行くよ行くよって応援しに行くって。ハンちゃんね、ハンちゃん上の方、そうそう、はい、北海道のジュンちゃんもありがとうございます。北海道からね来てますんで、本当にちゃんと告知したら集まってくるかもよ、内地から。最高だよ、日本全国からもうバーッと集まってきてくれて、泣くよ。本当ですね、うん、ぜひちょっと。そうそう、やっぱり人に支えられてるの嬉しいよね。ね、うん、素敵、うん、僕もやっぱりこうやって聞いてくれるあのリスナーさんがいるから、あの番組として成り立てますので、はい、本当にあのラジオ聞いてくれてるリスナーに僕もあの感謝です。感謝です、はい、じゃあそんな感じで、あと1分ですね、DJ マシュワールド。今日も Q シートもなく、ちょっとどうにかこうにかあのやってますけど、うっさうっさバースデーをちょっとできなかったんで、あとでちょっとね、あ、ミキティにね、メールが来てたんですよ。あ、私にメールですか、はい。あとでツイキャス放送で、やばい、読めなかった。ツイキャス放送で、ちょっとあのメール、残り、はい、あの読みますんで。わかりました。ミキティさんにいて来てましたんでね。来てたんですね、嬉しい、うんうん、そんなもん。これを番組中に読めばよかったのに、結構ね読めなかったね。マシャディが熱くなって、はい、いろんなそうなんですよ、ね、ちょっと後でツイキャス放送でね、はい、あのやりますんで、ちょっとあの聞いてくれてるかな、ちょっと大丈夫かな。じゃあそんな感じで DJ マシャルド、やっぱメールが読めなかった。はい、じゃああと28秒ですね。じゃあとでちょっとまた裏番組、裏 DJ マシャワールドやりますんで、はい、じゃあこの後も引き続きお付き合いさせてください。はい、はい、それではまた、じゃあラジオの方は、またすいません、今日聞けなかった、あ、ちょっとメール読めなかった、ちょっとすいません。はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。ありがとうございます。See you next, bye bye! ありがとう。さあ、皆さん、移動してください。はい。